右肺 S2 から3の小細胞癌肺がんは肺に発生する上皮細胞由来の悪性腫瘍。90%以上が気管支腹性がんつまり気管支、再気管支あるいは末梢肺由来の癌である。国際肺癌学会によれば肺癌は世界的に最も自主的な癌であるが、その理由の一つは多くの場合発見が遅すぎて、 効果的な治療を行うことができないことであり、早期に発見された場合は、手術や放射線治療でその多くを治癒することができる。全世界での死亡患者数は159万人に上り、主な原因として、タバコが挙げられる。一般的な症状は、血痰、慢性的な、激しい咳、全霊、共通、体重減少、食欲不振、息切れなどであるが、 進行するまでは無症状であることが多い。合併症である肥大性肺性骨関節症に伴いバチエウビや関節炎を伴うことがある。肺内の気道粘膜の上皮は、タバコの成分などの発癌性物質に暴露されると速やかに小さいながらも変異を生じる。このような暴露が長期間繰り返し起こると、小さな変異が積み重なって大きな障害となり、 ついには、組織が眼下するに至る。腫瘍が気管指向内へ向かって成長すれば気道は、閉塞、狭窄し、場所と程度によってはそれだけで、呼吸困難を起こす。気道が完全に閉塞すれば、そこより抹消が、無気肺となり、細菌の排出が阻害されることにより、肺炎を生じやすくなる。また、腫瘍の血管は脆く出血しやすいため、 血痰を確出するようになる。一方、気管支の外側への腫瘍の成長は他の臓器に転移するまでは、それ自体による身体的症状を起こしにくい。肺がんの発生率は喫煙率と高い相関がある。左の縦軸が男性一人が一年間にタバコを喫煙する本数の推移、右の縦軸が 男性10万人あたりの肺癌での死亡者数の推移。最大の原因は喫煙である。喫煙を開始する年齢が低ければ罹患する。可能性が増し、また自分が喫煙しなくとも、周りの人が喫煙すれば、肺癌になる可能性が20%から30%高くなると言われている。1日あたりの喫煙するタバコの本数と、 喫煙している年数を掛け合わせた数字が600以上の人は、肺がんの後期険群である。外して喫煙者の肺がん死亡リスクは、非喫煙者の4倍から5倍、それも、喫煙量が1日あたり20本以上なら10倍以上であり、喫煙開始年齢が低いと、さらに増加することは前述の通りである。ラドンは、多くの国で喫煙に次ぐ、第2位の肺がんの原因であり、 すべての肺がんの3%から14%がラドンに起因すると推測されている。ラドンの肺がんリスクはラドンの濃度が高いほど大きい。しかし、多数の人々が家庭内で低濃度の屋内ラドンにさらされているため、実際にラドンによって誘発される肺がんは高濃度のラドンではなく、むしろ低から中濃度のラドンによるものの方が多いとされる。 特殊な職業に携わる人は、アスベスト、クロムによる肺がんに罹患することがある。その他の原因には、大気汚染、放射線、遺伝的感受性、ウイルス、食事の欧米化が挙げられてはいるが、疫学的に確かな証明はない。岡山大学教授の中村英座は、自身の専門である、地球科学的手法を適用し、次のように報告している。 アスベスト吸入や喫煙によって、肺内で含む鉄タンパク質固定が形成される。この含む鉄タンパク質が、海水中のラジウムの100万倍から1000万倍という、濃度のラジウムホットスポットを形成する。226RA が崩壊すると 222RN となるが、フェリチン中のフェリハイドライト構造中で発生した、ラドンは古気によって体外に逃げないため、 222RN218 歩214歩といった崩壊系列による連続的なアルファ線を体内で浴びることになる。風による2004年における10万人ごとの肺がんによる死亡者数データなし5人。 以下5人から10人10人から15人15人から20人20人から25人25人から30人30人から35人35人から40人40人から45人45人から50人50人から55人55人以上風の試算では肺がんによる死亡者数は全癌死の17%を占め最も多く世界中で年間130万人ほどがこの疾患で 死亡している。日本では2005年の統計で、全盘子の19%を占め、男性では、全盘子の中で最も多く、女性では大腸癌、胃癌に次いで3番目を占めている。西側諸国では、肺盘は、盘患者数の第2位に位置し、男性でも、女性でも、盘死のトップである。西側諸国では、男性の肺盘死亡率は、低下傾向であるが、 女性の喫煙者グループの増大とともに、肺がん死も増加している。肺がんの骨転移の頻度は19から32%で、ある。肺がんは治療の方向性から、大きく、小細胞肺がん SCLC イコールスモールセルラングキャンサーと、小細胞肺がん NSCLC イコールノーン、スモールセルラングキャンサーに対別されて扱われる。小細胞肺がんは、 肺がんの20%程度を占める。喫煙との関連性が大きいとされ、中枢側の機関種から生ずることが多い。悪性度が高く、急速に増大、進展し、またリンパ行性にも血行性にも早いうちから、脳などの多臓器に転移しやすいため、発見時すでに進行癌であることが多い。癌遺伝子としては、エルミックが関わっている。 免疫染色によるマーカーの同定や電子、顕微鏡撮影により、カルチノイドなどと同じく神経内分泌上皮由来であることが突き止められている。診断時にすでに転移が見られることが多いため、化学療法、放射線療法が行われることが多い。放射線療法、化学療法に対して比較的感受性があるものの、多くは再発するため予後は、 あまり良くない。しばしば、ランバート・イートン症候群などの防止用症候群を合併する。血液検査では、プログプや神経特異的エノラーゼが、主要マーカーとなる。時に、副腎皮質刺激ホルモンや氷尿ホルモンなどの、ホルモンを分泌することがあり、クッシング症候群や氷尿ホルモン、不適合分泌症候群の原因となる。以下の3組織やけがあり、 治療上の観点から一括して総称される。従来は、非小細胞肺がんは一律同じ治療であったが、近年では、組織型別で、治療方針が分かれるようになってきている。新しい肺腺がん分類試案、IS6、ATS、a ー s クラシフィケーションオブラングアデノカルシノーマイン、ルセクションスペシメンズ BAC、ブローンキオロアルビオラカルシノーマ、 is ルクインターナショナルアソシエーションフォーザスタディオブラングキャンサー ats アメリカンサーシックソサエティーアーズヨーロピアンレスピラトリーソサエティーカルチノイドエンチュッシュメン表皮癌など肺には全身から右神経に集まってきた血液が送られるため多臓器由来の悪性腫瘍の血行性転移の後発部位となるこれを転移性肺腫瘍と呼ぶ。 肺腫瘤影が多発する場合は転移性肺腫瘍が疑われるが、その他に肺内転移や重複癌との鑑別が必要である。肺癌は、検診等で偶然撮影した、あるいは何らかの症状があって撮影した、胸部レントゲン写真、CT で異常影が認められた際に疑われることが多い。肺癌の検査には、 胸部異常影が肺癌がであるかどうかの確定診断のための検査と肺癌の病気を決定し治療方針を決めるための検査がある。小生検、細胞診における腺癌診断のアルゴリズムイグフルミューテーションテスティングは古典的腺癌 NSCLC、フェイバー ADCNSCLC ノス、NSCLC ノス。 ポッシブルアデノスカマスカルシノオーマに実施すべきである。i s ルク、ATS アーズコンセンサス会議における、病理学的推奨事項、BAC という用語の使用を控える小型で、純粋なレピディックグロースを示す、孤立性洗顔を、上皮内洗顔アデノカルシノオーマ演出と呼ぶ。完全に切除されれば、患者の生存は100%である。 AIS の大部分は、ノンミューソナスである。小型で、レピディックグロース優位、新純層、0.5センチメートルの洗顔を微小新純洗顔、ミニマリーインバシブアデノカルシノオーマと呼ぶ。完全に切除されれば、患者の生存はほぼ100%である。MIA の大部分は、ノンミューソナスである。新純性洗顔は、準定量的に組織パターンを評価し、 優位パターンに基づいて分類する。洗顔が,が多発している場合、組織パターンの徹底的な評価が、転移か同時、維持性重複眼かの決定に役立つ。かつて混合型と分類されていたノンミューソナス、BAC 優位の洗顔は、レピディックプレドミナントアデノカルシノーマという用語の、使用を推奨する、早期洗顔におけるマイクロパピラリープレドミナント。 アデノカルシノオーマという分類は、予後不良を意味するため、使用が推奨される。かつてミューソナス BAC と分類されていた染岩は、レピディックグロースと新純製造色の程度により、ミューソナス AIS、ミューソナス MIA、インバッシブミューソナスアデノカルシノオーマのいずれかに分類すべきである。政権で認められる非小細胞岩は、 可能な限り腺がんか扁平上皮がんに分類すべきである。肺がんの場合、以下の3つの要素によって病気が決められている。肺がんの中でも小細胞肺がんは他の組織型と生物学的な性格が大きく異なる。ため、小細胞肺がんとそれ以外の組織系を合わせた日、小細胞肺がんの2つに対別して治療方法が選択される。 肺がんの治療はそのがんの増殖状態と患者の状況に依存する。普通実施される治療は、外科手術、科学療法そして放射線療法である。また、極めて早期の肺門中心型早期肺がんに対しては、抗戦力学療法が行われる。小細胞肺がんは、発育が早いため、発見時には、ほとんどが進行性である場合が多い。また、 CT などの画像検査上限局しているように見えても、検出できない程度の微小テニーが、すでに存在していることがほとんどである。そのため手術や放射線療法などの局所治療の効果は極めて限定的であり、化学療法が治療の中心となる。治療方針の違いにより病気は2つに分類される。LD 症例の初回治療の標準は、 化学療法、胸部放射線療法である。化学療法としては、ポリエチレン療法が標準である。胸部放射線療法として、加速過分割照射が行われる。ED 症例については、初回治療においては、ポリエチレン療法が、標準治療とされている。ただし、日本で行われた、臨床試験では、パイ療法の方が良好な成績であったため、 パイ療法が使われることが増えてきている。しかし、海外で行われたパイ療法の追試では、ポリエチレン療法と比較して優位性は、証明されなかった。従来の化学療法に、免疫チェックポイントを上乗せすることも推奨されており、CE アテゾリズマブ療法、CE デュルバルマブ療法の有効性も、認められている。LD 症例、ED 症例いずれの場合も、 初回治療後に再発してくることがある。初回治療が走行し、かつ治療完遂後から再発までの期間が長い場合は、感受性再発、それ以外は、難治性再発と呼ばれる。感受性再発症例では、野木手肝単剤投与が、標準治療とされている。野木手肝の走行率は10%前後に過ぎず、再発例における。 アムルビシンの有効性が現在検討されつつある。また、ペイ療法も推奨されている。治療の一つであるが、毒性が強いため注意が必要である。難治性再発例についてはアムルビシンが推奨されている。非小細胞肺癌において、ステージ2までは、多くの場合手術療法が選択され、多くの症例で術前あるいは術後の化学療法が検討される。 ステージ3では、手術が選択されることもあれば、化学療法や放射線療法が選択されることもあり、個々の症例によって、治療選択が異なる。ステージ4では、化学療法が治療の主体となり、症状緩和目的の放射線治療も検討される。手術療法肺応切除、肺門縦てリンパ節覚醒が、標準術式であり、個々の症例の肺機能や、 病気の広がりなどに応じて術式が決定される。化学療法修術期の化学療法化学放射線、療法進行期に対する化学療法放射線、療法カテーテル治療費用対効果の高い肺がん対処法として予防計画が地域単位さらには地球規模で策定されている。少なからぬ国家において喫煙が許される場所を制限しているが、 それでもなお様々な場所で喫煙が行われている。喫煙の除去は、肺がん予防のための戦いの第一目標であり、おそらく受動喫煙防止はこのプロセスにおいて、最も重要な予防策である。検診は重要でありかつ実施も容易なことから、肺がん予防の2番目の目標として、検診の手術の試みがなされている。単純胸部 X 線撮影と、 核短検査は、肺がんの早期発見には、効果がなく、ん死を減らす結果につながらない。しかし、2003年9月に、ランセッタ市には期待される検診が掲載された。スパイラル CT は、ヘビースモーカーなど、高リスク群の早期肺がん発見に効果がある。またニュー、イングランド・ジャーナル・オブ・メディシンにも低線量 CT の有用性を示唆する報告があった。 ありがとうございます。